ドイツ海軍の奉艦、バンター。同艦の派遣は、奉艦外交の典型とされる、第二次モロッコ事件とは、1911年に、ドイツ政府が奉艦を、モロッコ南西の港湾都市アガディールに派遣した、ことによって生じた、国際紛争である、別名アガディール事件。ムーレー・アブドゥル・ハーフィズ1902年8月に、ベルベル人、アブール・マラガスルタンを自称して、 元王朝に反旗を翻すなど、20世紀初頭のモロッコでは反乱が頻発していた。フランスは鎮圧のためしばしば出兵したが、実質的な創始国としてのフランスの地位を確認する行動とも言えるものであった。1907年8月にはフェスでツルタンのムーレー・アブドゥル・アズイズ4世の敗を要求する民衆運動が発生し、 これにこうしたムーレー・アブドゥル・ハーフィズは1908年1月、兄を廃してスルタンの位についた。こうした中央の混乱もフランスの進出を助長した。第一次モロッコ事件での緊張はアルヘシラス会議によって表面上は解消され、フランスはモロッコに対する影響力を強めた。1908年9月、フランス外人部隊の兵士3名がカサブランカで、 ドイツ戦に乗って逃走したことから独屈が衝突したが、この時はドイツの情報によって1909年2月、両国間にモロッコに関する協定が成立した。これにより、ドイツはモロッコにおいて、経済活動のみを行い、モロッコにおけるフランスの政治的優位を認めた。しかし、ドイツの野心は未だ消えてはいなかったのである。 二大使館本営外相エドワード・グレー1911年、ベルベル人が大規模な反乱を起こした。同年4月、フランスは鎮圧のため、モロッコに出兵。これに対してドイツは、同地に在住する、自国民の生命、財産の保護を口実として、7月1日、にわかにイルティス9法官パンターをアガディールに発した。実際には、アガディールには、ドイツ人は居住しておらず、 このためだけに近隣のドイツ人を呼び寄せたという、独仏関係は再び緊張した。7月3日、中英フランス大使官本はイギリス外相グレイに対し、アガディールに共同で軍艦を派遣するよう強く要求した。これを受けてグレイは翌4日に閣議を開催する方針を決定。一方、ドイツ首相ベートマン・ホルベークは中英ドイツ大使メッテルニヒに対し、 もし、イギリスが強行措置に出た場合、パンター号の派遣は、フランスとスペインのアルヘシラス議定書違反に伴う、経過措置に過ぎないと弁明するよう命じた。しかし独仏関係は、強い敵対状態になり、両国の全面衝突は避けられないかとも思われ、ベルリン証券取引所で、パニックが起こったほどである。イギリスは、積極的に、フランスを支持した。7月18日、 イギリスとフランスは軍事協定を締結。7月21日にはイギリス造省ロイド・ジョージが対独強行演説を行い公然とフランスを支持するなど事態は全面戦争にまで至るかに見えたが、これと並行して独仏は7月9日以降問題解決のため交渉を重ね、10月11日にモロッコ協定、11月3日に コンゴ協定がそれぞれ成立した。ドイツはモロッコに対する要求を放棄し、その代償として、フランス領、コンゴの一部であった、ノイカメルーンを獲得し、ドイツ領カメルーンの領土を拡大した。1912年3月30日、フランスはスルタンとフェス条約を締結。これによりモロッコは、他国の保護に甘んじることとなった。セウタや、 メリラなど北部とスペイン領サハラに接する南部はスペインの保護領に残る大部分の国土はフランスの保護領となった。また、タンジールとその周辺の373平方キロメートルに関しては国際管理都市とされ列強の勢力均衡が図られた。この事件は独仏間に大きな遺恨を生ぜしめ、対して英仏関係を強化する結果となった。また、 保護国家に反対するモロッコ人民は、これを鎮圧戦とする、フランス、スペイン両国の外人部隊と血みどろの構想を繰り広げることとなるのである。ありがとうございます。